はい、皆さんこんにちは。タワバレチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、なんとなんと春バラがね、始まりましたね。開花宣言といったことでね、我が家で一番最初にね咲いた品種ね、見ていきたいかなというふうに思いますね。こちらのねお花なんですけどね、ローズうららですね。ローズピンクのね、はっきりした色合いのね、素敵なお花ですね。まあ、昨夜ね、雨が降ったんでね、若干濡れてますけどね。今年のね、開花宣言もですね、まあ、昨年とね、同じ時期ぐらいですね。4月ね、中旬が我が家のね、一番花といった感じですかね。それにしてもね、綺麗な色合いでね、咲いてくれてるなというふうに思いますね。もう一つね、咲いてるんですけどね。こちらはね、まだ咲きたてといった感じですかね。綺麗ですね。丸弁咲きといった感じでね、非常にね、受精大病性も強くてね、育てやすいローズうららと、まあ、ここまでね、早咲きなんだなといった感じですかね。まあ、他のね、品種はまだまだね、まあ、つぼみはついてるんですけど、もう少し時間がね、かかるかなといった感じなんですけどね。非常にね、こちらのローズうららはね、毎年毎年開花がね、早いなといったね、感じですね。まあ、今年もね、まあ、満開はですね、5月中旬以降ぐらいにね、なるんじゃないかなというふうにね、まあ、なべちゃんは睨んでますけどね、非常に楽しみですね。で、こちらのね、ローズうららはね、フロリバンダになるんで、枝をね、たくさん作ることによってですね、つぼみもね、たくさんつけるといった感じですかね。しかもね、房咲きしてくれるんでね、花数はね、非常に増えますね。まあ、このようにね、太枝にたくさんつぼみをね、つける感じの品種になりますね。このね、ローズピンクのお花がね、ブワーッとね、咲くわけですからね、非常にね、見応えがありますよね。今後のね、ローズうららも期待だなというふうに思いますね。それではね、早咲き品種の方をね、まあ、少しね、見ていきたいかなというふうに思いますね。はい、こちらね、イングリッド・バーグマンですね。殿堂入りのバラ、イングリッド・バーグマンと、昨年に比べるとまたまた大きくなりましたね。1.5 倍ぐらいのね、大きさになりましたね。開花が非常に楽しみだなといった感じですね。やはりね、こちらのバーグマン早咲きでですね、まあ、このようにね、つぼみの方もね、赤く見えてきましたね。まあ、もう少しで開花かなと。つぼみももうだいぶ大きいですね。これは大輪がね、咲くんじゃないかといった感じのね、つぼみしてますけどね、非常に楽しみですね。今年のイングリッド・バーグマンもね。隣ね、こちらも殿堂入りのバラ、アイスバーグですね。毎年おなじみのね、紅白コラボなんですけどね。まあ、こちらのね、アイスバーグはね、まあ、通常咲きぐらいのスピードなんですけど、まあ、イングリッド・バーグマンがね、花持ちがね、非常にいいといったことでね、まあ、こちらのアイスバーグが咲いてくると、紅白コラボといったね、感じになりますね。こちらのアイスバーグもね、やはり昨年に比べるとまたまた大きくなってくれましたね。つぼみの数も半端ないんでね、非常に楽しみだなというふうに思います。はい、こちらね、香りのバラですね。デルバールのローズポンパドゥールになりますね。まあ、こちらもね、我が家ではね、早咲き品種になりますね。まあ、このようにね、うっすらピンクがね、見え始めましたね。ローズポンパドゥール。まあ、大輪のね、お花が咲くんでね、やはりつぼみの方もね、大きいですね。まあ、なんといってもね、こちらのローズポンパドゥール、魅力はね、香りですよね。フルーツの強化といったことでね、毎回毎回こちらのローズポンパドゥールをね、香りチェックするためにメロ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 に、ね、なってしまう素晴らしい香りのするね、ローズポンパドゥールですね。こちらのね、香りも楽しみだなというふうにね、思いますね。はい、こちらね、イングリッシュローズのね、バネッサベルになりますね。黄色のね、お花が咲くんですけどね、まあ、こちらはだいぶ大きくなりましたね。もう昨年の2倍ぐらいのね、大きさになりましたね。もうオベリスクのね、上まで行ってしまってますね。昨年はね、ここまで大きくなかったんですけどね、まあ、今年のバネッサ・ベルちゃんも非常に楽しみだなというふうに思いますね。まあ、つぼみの方もね、若干黄色がね、見え始めたかなといった感じでね、非常に楽しみですけどね。まあ、こちらのね、オベリスク、クレマチスとね、まあ、共演するためにですね、まあ、このようにね、クレマチスもね、絡ませていますね。こちらのクレマチスはね、テンテルになりますね。紫ピンクのね、クレマチスといったことなんでね、こちらの黄色のね、バネッサ・ベルちゃんとね、うまくね、共演してくれるとですね、綺麗な景観にね、なるんじゃないかなというふうに思ってますけどね。非常に大きいですね、バネッサ・ベルね。枝もね、しなやかなんで、オベリスクね、仕立てにしてよかったなというふうに思いますね。開花がね、非常に楽しみですね。
はい、こちらね、ルージュピエールロンサーブですね。こちらもね、大きくなりましたね。昨年に比べると 1.5 倍ぐらいのね、大きさになりましたね。つぼみもね、赤く中の方がね、見えてきましたね。非常に楽しみですね。ルージュピエールロンサーブね。こちらもね、クレマチスと共演させるためにね、まあ、こういった感じでクレマチスもね、ぐんぐん伸びてね、開花が楽しみだなと。こちらのね、クレマチスはロマンティカ。紫色のね、大輪のクレマチスですけどね。こちらのね、ルージュピエールとロマンティカのね、共演も非常にね、楽しみだなというふうに思いますけどね。非常にね、大病性の強い品種ですね。ルージュピエール・ロンサール。本当にね、手のかからない素晴らしいね、品種だというふうに思いますけどね。バラとね、クレマチスの共演ね、非常に楽しみですね。開花が楽しみだな。はい、今日はね、我が家の一番花咲きましたといったことでね、まあ、開花宣言の方をさせていただきましたけどね、まあ、早咲き品種の方もね、ちらほら中のね、色が見えて、もう少しでね、咲き出すんじゃないかなといった感じでね、非常に楽しみですね。これからね、どん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 開花の方がね、始まってね、来ると思うんで、どん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 ね、撮影の方もしてですね、皆さんにお見せしていきたいかなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。